こんにちは、魂のガサガサ師、おーちゃんです。今年初ガサガサやってきました。ここは川ですね、中規模河川で、もう冬でね、もうめちゃくちゃ水冷たいんですけども、冬はね、水生昆虫とかね、いろいろ取れますから。冬でもこの冬の川にはどんな生命体が生息しているのか、今からガサってみましょう。基本的に水の中の生き物は水から逃れては生活できませんから、川の生き物はね、絶対川のどっかにはいるんですよ。ですからガサったらね、何かしらの生命体には出会えると思いますのでね、今からね、探していきましょう。とりあえずね、川のこの石の下とかに隠れてる生命体を探してみようかな。これ石の下には水生昆虫がいますからね、行ってみましょうか。ガサ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 、こうやってそこの石をこう蹴って転がしてやると、石の裏にひっついてる虫とかがね、流れに流されて網の中に入るわけですね。あ、おったね、カワゲラの幼虫だな。カワゲラの幼虫が取れました。カワゲラの幼虫ですね、これは。カワゲラの幼虫、いい模様しとるな。これ多分ね、大きくなる種類やと思うよ。もっとでかくなるね。夏成虫になって出てくる頃にはこれの倍ぐらいになってると思う。こういう流れの速いところはどうかな。流れの速いところ、流れの速いところにはね、カジカとかがおるかもね。どうや、おらんか。あー、またカワゲラだ。こことかもどうやろ。トビケラの幼虫とか取れんかな。トビケラとかどうやろな。よっしゃ、魚類が取れとった。これヨシノボリだね。ヨシノボリっすね、これ。ヨシノボリちゃん、ハゼの仲間ですね、ヨシノボリちゃん。これはヒゲナガカワトビキラの幼虫ですね。トビキラの幼虫、これね、食べられますよ。ザザムシとか言ってね、信州とかでは食べるみたいだね。貴重なタンパク源だったみたいですよ、昔は。ザザムシね。黄色いカワゲラがおった。黄色いカワゲラ、これは脱皮したてやな。脱皮したてやからまだ色がついてないやな。こいつはもうそのまま逃がしてあげよう。ここはどうかな。ほらほらほら、お、カニ、カニさんが取れた。サワガニやったよ、カニ、サワガニが取れた。ほら、サワガニ、うお、カニさん、カニさん、カニさん、ほら、ハサミが、うわ、危ない危ない、挟まれるとこやった。危ない危ない危ない。カワゲラの幼虫ですね、これは。この辺はどうや。おっしゃ、おっしゃ、お、魚類が取れた。またヨシノボリかな。またヨシノボリちゃんですね、ヨシノボリ。おら、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 おっしゃ、うわ、カジカ取れた。カジカ、カジカやろこれ、カジカちゃん。おっしゃ、おっしゃ、カジカ取れた。綺麗やな、このカジカ、ブリブリ、ブリブリのカジカちゃん。うわー、ブリブリのカジカちゃんですよ。ほら、うおー、でかっ。いいね、かわいいね、カジカちゃん。ツンツン、おおおお、カジカちゃんです。ちっちゃいヨシノボリも取れとるね。ヨシノボリこっちにも、あ、めっちゃでっかい、めっちゃでっかいヒゲナガカワトビキラの幼虫取れとる。ブリブリや、これブリブリのザザムシ。これはマダラカゲロウの幼虫ですね。マダラカゲロウの幼虫、マダラカゲロウの幼虫はがっちりしとるな。がっちりしとって強そう。すごいな、このカジカ。ちょっとオレンジ色が強いね。オレンジ味が強いっすね、カジカちゃん。ヒレも綺麗やな。今度は攻める場所変えてみるか。このちょっと流れがよどんで草が沈んどるところ、こういう草の陰とかで生命体隠れとるから、ここもガサってみよう。ほら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 、どうや。うわ、なんか取れた。なんか魚が入った。魚類が入ったね。なや、アブラハヤか。アブラハヤな。あ、シュリンプも入っとるわ。これアブラハヤですね。あ、しかもなんかヤゴがおる。ヤゴが、ほら、ヤゴがおる。ヤゴが、何かやろ。ちょっとわからんな、これは。シュリンプも取れたね。これ沼エビの仲間だな。シュリンプ、シュリンプ、シュリンプですね。モンカゲロウの幼虫取れとった。モンカゲロウの幼虫、これ砂の中に潜るやつね。流れが緩やかなところに多い、こいつはね。よし、来い、へい、へい、へい、
い、うわうわー、なんか入った、なんか細長い生命体が入っとる。なんじゃこれ、うなぎ、ヤツメウナギかな。うわー、よっしゃ、ヤツメウナギじゃないのこれ。ちょっとよく見てみよう。これ砂ヤツメや、砂ヤツメ、ほら砂ヤツメちゃん、ヤツメウナギやったわ、砂ヤツメやった。よっしゃ、ちょっとこれレアですよ、砂ヤツメ。ここはじゃあ綺麗な川なのね。結構ね、綺麗な川じゃないと爪あんのよ、ヤツメウナギはね、砂ヤツメ。まあもうこれ生態やな、ほらお目目がパッチリ開いとる、かわいいね、ヤツメウナギちゃん。ほらかわいいっすね、砂ヤツメちゃん。うわ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 、やった、砂ヤツメ取ったわ、ヤツメウナギ。よっしゃ、これね、ウナギってついてるけど魚類じゃないですからね、塩鉱類という仲間ですね。前にも動画にしましたけども、塩鉱類という原始的な脊椎動物の仲間ですね。よしよしよし、うわ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 、だからね、魚が進化する以前の形態を強く残してるグループなんですね、塩鉱類は。やった、塩鉱類、塩鉱類ゲット。あー、また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 、塩鉱類、塩鉱類、よし、塩鉱類確保、塩鉱類確保したぞ、ヤツメウナギ。これヤゴですね、イトトンボ仲間やな、ハグロトンボとかカワトンボじゃないかな、多分ヤゴです。これもヤゴやな、ヤマトンボの仲間やな。これはヤンマ出たよ、ヤンマ、ヤンマ、ほらこれ、これヤンマのヤゴ、何ヤンマやろ、何ヤンマかわからんけど、とりあえずヤンマのヤゴが取れました。ヤンマ、ヤンマ科のヤゴですね、これはヤンマの仲間ですね。シュリンプは相変わらずおるで、シュリンプは。もう一匹ヤンマ出てきたわ、ヤンマ。今度はこの辺行っとくか、ガサ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 、うわ、まあ、取れたかい。シュリンプ、シュリンプだね、シュリンプはおるな、やっぱり。ここはどうかな、なんかおらんかな、魚類がおりそうやけどな、どうや。よっしゃ、おー、魚類がいっぱい取れた、魚類、魚類、魚類いっぱい入っとる。この子たちはアブラハヤやな、アブラハヤちゃんですね、アブラハヤ。あ、シュリンプもおる、これもアブラハヤか。なんかこれちょっと違うっぽいけどな、なんやろ、うん、これカワムツの子供っぽいね、アブラハヤとカワムツの子供。これもアブラハヤね、アブラハヤ、アブラハヤと、アブラハヤとカワムツが多いのかな、ここはね。結構ちっちゃい稚魚ちゃんがいっぱいいますね。あー、ここにもったんアブラハヤ。皆さん、これトビケラの巣ですよ、トビケラの巣。葉っぱをね、切ってつづり合わせてこんなカクカクな筒を作ってるんですよ、すごいね。これチラカゲロウやな、チラカゲロウの幼虫ですね。ほら、チラちゃんですね、チラカゲロウ。この辺どうかな、よっしゃ、あら、あら、よっしゃ、おー、お魚さんがいっぱい取れとる。あ、なんかでっかいヤゴも入っとるだ。またアブラハヤかな、アブラハヤやね、アブラハヤですね、アブラハヤが群れとんやな、あそこは。アブラハヤちゃん、まあ、この模様、これタカハヤかもしれんな、こいつは。タカハヤっていうのがおんねん、アブラハヤの中に。この模様なんかタカハヤっぽいぞ、タカハヤじゃねえのこれ。タカハヤはね、結構レアなのよ。これはヤマトンボの仲間やな、めっちゃ足が長い、足高雲みたいな、なんかね、ほらでっかいね。結構いろんな生命体が取れましたね、冬の川にもいろんな生命体がいますからね。嬉しかったのはね、やっぱこのヤツメウナギ、ヤツメウナギとこの綺麗なカジカちゃんね、綺麗ですね、ヤツメウナギもカジカも。ほら、うわーうわー、ほらほら、うわー、ほら、プリップリ、プリップリですよ、ヤツメウナギちゃんも。うわー、アブラハヤが大量にいましたね。あとヒゲナガカウトビキラの幼虫はやっぱこの時期多いね、冬やね、やっぱザザムシは。あと巨大サワガニと、巨大サワガニと、あと巨大ヤゴね。あとはカワゲラの幼虫とかね、イトトンボのヤゴとか、あとヤンマもおったね、ヤンマ系のヤゴも、ヤンマ系のヤゴ、向こうやヤンマ系のヤゴ、あ、おったヤンマ系、これヤンマ系ですね。あとはシュリンプね、シュリンプ結構多いね、シュリンプはもう岸際の草を
ポンポン叩いたらいくらでも取れるからね、正直なところ。シュリンプはね、ヤツメウナギと魚類とヤゴちゃんとシュリンプと水生昆虫たちですね。あれモンカゲロウの幼虫だな、モンカゲロウの幼虫。ちょっとね、このままやとみんな窒息しちゃうから、そろそろ逃がしてあげようか。ちょっと流れが緩めのところに逃がしたろか。流れがきついところのやつはね、勝手に流されて流れ下っていけば流れきついところに行けるからね。ちょっと流れ緩めの場所に逃がしてあげよう。冬の川もいろいろおって楽しいね。結局ね、魚が隠れとりそうなとこがあさったら何かしら取れちゃうわけ、冬でもね。川の生き物は川から離れては生きられやんわけやから、に絶対逃げられやんからね。だから川の生き物は裏切らないと、そういうことですね。よし、逃がしてあげよう。じゃあこの辺で逃がしてあげましょうか。よし、ありがとう、バイバイ、元気でな、バイバイ、センキュー、ありがとう。